大したことないのね。攻撃が手ぬるいわよ。仲間の体だからって遠慮してるの？ほーら、今なら隙だらけよ。攻撃したら？バカじゃない？無駄よ無駄。そんなので戻るほど私の支配は甘くないわ。くそ、好き勝手言いやがって。お遊びはもう終わり。さ、無様に這いつくばりなさい。おい、まずいんじゃないか。どこかに逃げ道は。残念だけど、そういうのはなさそうだね。ならやむを得ない。潔く投降しよう。拘束はされるだろうが、少なくとも命までは。ここで私たちが捕まればマリエに支配されて終わりだ。そうかもしれないが、これ以上抵抗したところで無意味だ。支配だろうが洗脳だろうが、殺されるよりマシじゃないか。ねえ、投資しろって言ったよね。確かに状況は絶望的だけど、まだ終わりじゃない。希望があるなら、あがいてでももがいてでも勝利に向けて戦い抜く。不当な行いに黙っているのは受け入れたのと一緒だ。君のおかげだ。この旗は革命軍の反撃の狼煙。我らはこれより革命を起こす。なんだあの旗。今はそれより、パンサー、ナビ！頭ガンガンする。よかった、支配は消えたみたいだ。とにかく考えるのは後だ。今はさっさと脱出するぞ。ああ、何が何だかわからないが、ナマズ君の意見に賛成だ。一応言っとくが、我が輩、ナマズじゃねえからな。そうだったか。これは失礼した。うな。ギじゃねえよ。なんなんだこいつは。ほら、さっさと手伝え。二人を運んでやらねえと。ああ、了解した。よし、撤退しよう。支配が解けたみんなは私がまとめるから、アジトへの先導をお願いしていい？すぐに
脱出だ。案内を頼む。いいからついてこいって。アンドのたちは寝かせてきた。じきに目覚めるはずだ。それでだ。いろいろと話すべきことはあるが、まずは君が何者かだね、トウシロウ。願わくば敵でないとありがたいんだけど。待ってくれ。君たちが怪しむ気持ちはわかるが、それは僕も同じだ。まずここはどこなんだ？というか君たちは何なんだ？そもそもなんでこんな場所に妙に懐かしい感じの喫茶店がある？なんで店に入った瞬間姿が変わったんだ？まあそこはノリとかで行けないかな。行けるわけないだろう。この数十分の間に僕が知る物理法則を無視した現象が少なくとも10個は、いや、あれを入れると11だな。いやいや、あれを入れるなら。はあ、しょうがねえ。一から説明するか。なるほど。ここは現実とは異なる世界で、マリエという女性に支配されている。そして君らは革命軍と怪盗団でその支配と戦っていると。そういうこと。理解してくれた？できるわけないだろう。そうか、やはりこれは夢だ。あるいは脳に直接仮想現実を構築するディストピアシステムの人体実験に。夢でもねえし実験でもねえっての。ほら、今度はそっちの番だ。お前がなんであんな場所にいたか説明してくれよ。僕はここまでの記憶がないんだ。なんだその顔は。いや、これも言いたいことはわかるが、だが本当なんだ。気づいたらここに来ていて、奴らに捕まり。けど自分の名前とかは覚えてるんだよね。ああ、正確に言えば記憶がないのは部分的にと言った方がいいな。自分が議員をやっていたことも含めておおよそのことは覚えている。だがところどころが抜け落ちているというか、かなり妙な感じなんだ。だってよ、どう思う？いや、素直か。まあ敵って確証もないしな。放り出すわけにはいかねえか。そうだ、無益な争いはやめるべきだ。君ら怪盗団が僕のような立場の人間を怪しむのはわかるが。ちょっと待て、我が輩たちを知ってんのか？去年あれだけ世間を騒がせたんだ。当然知ってるさ。特に年末の大騒動、それぐらいは覚えてる。へえ、トウシロウも知ってるんだ。やっぱり怪盗団って有名なんだね。良くも悪くもといった感じだ。法を破り社会にあれだけの混乱を引き起こしたんだ。助けてもらっておいてな言い草だが、正直当時から関心はできなかったよ。ましてや正体が君たちのような子供だったとはね。いや、けどどんな事情があるにせよだ、子供が不法なやり方で大人の権力に喧嘩を売るような真似は賛同できなくてね。いかにも政界の人間って感じの言い草だな。と、すまない。今はそんな話はすべきではなかったな。こんなことを言っておいてあれだが、一つ提案がある。君たちは元の世界に帰るために革命軍と協力しているんだろ？なら目的は同じだ。僕も仲間にしてくれないか？まあここでいがみ合ってても仕方ねえしな。
エルたちはどうだ。必要なことは聞いたし、あとは信じるか信じないかだけだよね。そうだな。私は東四郎を信じてみるよ。ありがとう。感謝する。裏切り者だったらその時は相応の罰を受けてもらえばいいだけだし。意外とクレバーなんだな君。ってわけで同志として共に戦おう。どうしろ。任せてくれ。こう見えても家事全般は得意だ。ああ、戦いには行かない前提なんだね。やれやれ、他の奴らも早く助けられるといいが。まあ、お前と我が輩なら大丈夫か。余計な心配だったな。すごいぞ。いろいろ揃ってるから準備は万全に。どれにする？おめ、はい、じゃあこれ。いつでもどうぞ。もう大丈夫なのか？ちょいクラクラするけど少し休んだし大丈夫だ。心配かけてごめんね。それでまずいろいろ確認したいんだけど。おい、もう大丈夫なのか？またあれでぶたれるなんてことは。の離れてブツブツ言ってる人は誰？まあそれしかねえか。あいつは。なるほど、すごい状況になってるな。そういう反応になるよね。けどこっちとしても協力してくれるとすっごい嬉しかったり。そこはもちろんだよ。彼たちも助けてもらったみたいだし、頼りにさせてもらうね。本当？
こちらこそ心強いよ。ありがとう。問題は話は聞かせてもらった。随分とひどい目にあったみたいだな。僕ほどじゃないが。あの人は大丈夫なわけ？なんか指導みたいな議員なんでしょ？怪盗団も好きじゃないっぽいしな。裏切られたりすんのはごめんだぞけど悪い人ではないっぽいんだよ。それにしてもなんて非道な。子供に対してあんな仕打ちを。例のキテレツなタイツも支配の一環で着せられていたんだろう。まったく常軌を逸した行為と言わざるを得ないな。ねえ、一発しばいていい？いいよね。待て、アンドノ、いきなり暴力沙汰はまずい。話を進めるぞ。問題はここから我が輩たちがどうすべきかだ。私たちの目的はこの国を支配するマリエを打ち倒すこと。怪盗団の目的は仲間を助けて元の世界に帰ることだよね。ああ、問題はその出口がどこにあるかだが、手がかりは今のところゼロだ。その辺りも調べていくしかないな。マリエに支配されてた時の記憶、ぼんやりとだけ覚えてるんだけどさ、あいつの部屋の奥でなんか変な形の扉があった気がするんだよね。まあ関係ありませんでしたってオチも全然あると思うけど。いや、手がかりがあるとないとじゃ大違いだ。ひとまず帰るための手段としてその扉を目指すことにしよう。これで私ら的にもマリエと戦う理由ができたってわけだ。人様の頭をいじくり回した罪、1000倍にして返してやれるな。だね。あいつマジで許さないんだから。だが扉が目的なら無理に戦う必要もないだろう。飛び込みさえすればいいのなら、こうフライングクロスチョップの要領で。よし、じゃあ決まりだね。おい、僕の聡明かつ合理的な提案は無視か。まずこれから先何をするかだけど、私はやっぱりまずは怪盗団のみんなを助けることを優先した方がいいと思う。こちらとしても今は戦力を増やすことが一番だし。助かるぜ。あとはあいつらがどこにいるか手がかりでもあればいいんだが。今革命軍のみんなに街の様子を探ってもらってる。何か情報が入り次第どう動くかを決めようか。お、さすが隊長、有能だな。よし、それまで各自準備しておいてくれ。早く他の奴らも助けてやろうぜ。うん。なんだ、お前の電話が鳴ってるのか。どうなってんだ。異世界でスマホは使えねえはずじゃ。もしもし、お疲れ様です。私です、ラベンツァです。ラベンツァ殿。驚かれたかもしれませんが、これもこの異常な事態を乗り切るため、あなたのスマホの機能の一部をお借りしてお話ししています。お待たせしましたが、こちらの準備が整いまし。あ、また。えい、このラベンザ殿。何でもありません。今すぐベルベットルームへお越しください。それでは。よくわからねえが、ラベンザ殿が呼んでるみたいだな。ちょっと様子見てきてくれ。
お待ちしていました。何か言いたげですね。どうかしましたか？言うことを聞かない子に少しお仕置きしただけです。何か問題でも？さて、お呼び立てしたのは他でもありません。ようやく新たなペルソナを生み出す手はずが整いました。得体の知れない力により、部屋のありようやあなたのワイルドの力も歪められています。故に今まで通りとはいきませんが、百聞は一見にしかず、ひとまず実際にやってみるのが良さそうですね。一つ、戦いの中でこのようなものを見つけませんでしたか？では話が早いですね。これはこの世界における力の結晶、これを用いて新たなるペルソナを生み出します。ここは正直暑いと感じています。新たな力の目覚めです。では選びなさい。このペルソナでよろしく。お待ちください。このペルソナでよろし。それではお待ちください。このペルソナお待ちください。無事に成功しました。お受け取りください。以前のように複数体のペルソナを自由に付け替えることはできませんが、この新たな力はあなた自身、そして仲間の方にも扱えるものです。ここは正直暑いと感じています。ここはどうしますか？どのペルソナですか？どうしますか？やめるのですか？あなたの力が試さ、いかがですか？かのトリックスターからそのような言葉、光栄ですね。その意志の炎が消えぬ限り、私も引き続き尽力いたしましょう。より力が必要な時はお申し付けを。それでは。ここは全書を見るのですか？さあ閲覧なさい。どうしますか？合体を行うのですね。では選びなさい。やめるのですか？お帰りですか？ではもう一つお伝えすることが。あなたはこれからこのキングダムの各地で戦いに身を投じることでしょう。私も巻き込まれたとはいえ、客人にご不便をかけているのは事実。その埋め合わせとして
何かできないかと考えたのですが、あなたのスマホをご覧ください。この部屋に用があるときはそのアプリを起動してください。そうすればいつでもこちらへ来ることができます。戦いに出た先、たとえ敵が目前でも力を貸すことができるでしょう。でしょ、見よう見まねで用意しましたが問題なく動作するはずです。おそらくは。それでは健闘を祈ります。いつでもここでお待ちしています。またお会いしましょう。それではまた。なるほど、サブペルソナか。つまりお前は前みたいに自由に付け替えることはできないが、アルセーヌの他にペルソナを1体選び装備できるってことか。しかもこの世界では我が輩たちもサブペルソナを使える。つまり他のペルソナの力を借りられるってことか。これは考えようによっちゃ戦力アップだ。すげえじゃねえか。ペルソナが使えない私にはサブペルソナも使えないみたいだね。ああ、私も使ってみたかったな。あんま気を落とすな。お前は互角以上に戦えてるし、この先も頼りにしてるぜ、エル。うん、取引って言うからにはちゃんと自分の仕事をしないとね。何にせよラベンツァ殿の協力があれば安心だ。また新しい力が必要になったら言ってみるとしようぜ。本当ありがとう。あ、やれやれ。でも、おい、まあまあ、いや、頑張ろうなあ。うん、なるほどね。わかった。頑張ろう。ん？おい！